ト。5回の表の攻撃が終了しまして、この回のベイスターズ3人で攻撃を終わっています。今のところ疲れは見せていません。若田で ファールグラウンドに落ちました。この球には手を出しません。低めを丁寧に攻めていますが、次のボールは外角中心の配球を見せていますが、次はどう来るか。打球はサードへ。ノーアウトからランナーが出ました。踏んでアウト。5回の裏の攻撃が終了しまして、この回のカープランナーを出しましたが無得点に終わっています。高橋、この試合まだ点を許してはいません。送りバント、二塁フォースアウト。ランナーはありません。ボールが続いています。さあ次のボールは1球間を置きます。さあ勝負球です。フルカウント。両者待ったなしです。これは平凡な当たり。一塁は6回の表の攻撃が終了しまして、この回のベイスターズランナーを出しましたが無得点に終わっています。今のところ疲れは見せていません。若田でこれはボールとはっきり分かる球です。レフトスタンドへのアーチです。さあ大観衆の声援を浴びながらゆっくりとダイヤモンドを回っていきます。カープ追加点です。差は3点。このままリードを保って終盤を迎えたいところ。これはアウト。バッター、レフト落下点に入りました。さあバッターボックスには高橋、打ち上げてしまいました。これはアウト。2点差で迎えた6回の裏、カープ追加点を入れてさらに差を広げています。さあ完封なるか。ボールか。
これは見ました。外角をよく見ています。厳しいカウントになりました。どうだ、送球よく間に合った。先ほどの打席は内野フライに倒れています。打球はファーストへ。今日はこれまでヒットはありません。トックス、ピッチャー返し、二塁は間一髪セーフ。先ほどの打席は内野フライに倒れています。ど真ん中、7回の表の攻撃が終了しまして、この回のベイスターズチャンスをつかみましたが結局無得点に終わっています。塁には出したくないバッターです。ど真ん中、回の裏の攻撃が終了しまして、この回のカープランナーを出しましたが無得点に終わっています。さあ完封なるか。打球はセカンド、一塁へ。これは見ました。当たりは今一つ、難なく掴んでいます。この回の出塁はありません。ピッチャー返し、ツーアウトからですがランナーが出ました。与えられた仕事をきっちりやってのけるか。ピンチヒッター中島、打線をつないでいきたいところ。一塁線は自らベースを踏んでアウト。8回の表の攻撃が終了しまして、この回のベイスターズランナーを出しましたが無得点に終わっています。ベイスターズここでピッチャー交代です。さあバッターボックスには前田、ファウルボールです。これで勝利をほぼ確実なものにしました。伝家の宝刀のフォークをどう使ってくるか。当たりは
一つ。難なく取りました。ランナーはありません。シングルヒット。ランナーは一塁。ここは一球待ってみるか。ボールが先行しています。変化球を続けていますが、次はどのような配球を見せるか。やはりストレートを使ってきました。外外と来ています。さあ次の一球は。ここで逆をついてきました。さあこの一球、当たりは今一つ。難なく掴んでいます。右バッターボックスには木村。この球には手を出しません。打球はショートへ。二塁は。3点差で迎えた8回の裏、カープ追加点を入れてさらに差を広げています。さあ完封なるか。おっとバットが折れた。どうだ、これはアウト。ランナーはありません。この球には手を出しません。注目の一球、打ち取ったか。これはアウト。あと一人踏ん張れるか。初球から来た。ツーアウトからですがランナーが出ました。ど真ん中、スタンドに入りました。ファールボールです。ファースト強襲。広島市民球場からお伝えしてまいりましたカープ対ベイスターズの試合ですが、4-0カープが勝利しました。この試合の模様は実況三宅でお伝えしてまいりました。それでは皆さんごきげんよう。Bleep! Bleep!